中京スポーツは東京スポーツ新聞社の中部支社から発行されている日本の有刊誌である。東京スポーツの中京版。1968年3月創刊。休日は原則休刊。通称中京スポ。紙面は基本的には東京スポーツと同一の内容で東京都江東区越中島の東京スポーツ新聞社本社で制作。 伝送される。中物社には編集局文室が置かれ、中央競馬以外の公営競技の出走表のみを制作する。中央競馬面は2019年7月の福島、阪神開催まで大阪スポーツと共有で、大阪、堺市の関西社制作だったが、同年7月26日付より、全面リニューアル及び制作の本社集約化が行われてトスポと共有となり、 タイトルが、競馬、トースポに変更された。ただし、紙面上部に小文字で、中京スポーツと記載。中京スポーツの発行エリアの大半が、西日本エリアだが、トースポに合わせている兼ね合いで、掲載ページ順が原則、関東市場第3場関西市場の順で掲載となるが、京都、阪神での GI 当日のみ、京都、阪神第3場関東市場の順。また、 高松の宮記念とチャンピオンズカップ当日は中京阪神中山の順となる。日刊誌ではあるがテレビ欄が掲載されていない。1990年9月よりカラー紙面が取り入れられる。印刷は当初名古屋市中川区にあった中部経済新聞社の前並工場で行われていたが中継が 日刊現代チューブ版の印刷発行を始めたため1992年9月より中日新聞社のグループ会社である中日高速オフセット印刷に切り替えられ東スポチューブ支社も名古屋市中村区の中継ビルから移転した。地方公営競技面は1997年4月から中日高速オフセット印刷による印刷が開始された。 宅配も中日新聞の販売店が行っている。2019年5月20日発行より価格が一部140円から150円に、月決めは3600円から3800円に、それぞれ改定された。名古屋で印刷される、有刊紙は中京スポーツの他に日刊現代が印刷、発行されている。なお、有刊富士は、 名古屋では関西版が販売されている。名古屋では老に有ゆうの名古屋タイムズが発行されていたが、経営不振のため2008年10月31日発行分で休館となった。日本中央競馬会中京競馬場にて中京スポーツ杯が毎年その年の第1回開催に行われている。ボートレースでは蒲氷協定場で、 中京スポーツ杯争奪が守り、ボートキング決定戦が開催されている。ありがとうございます。